ピーターパンたちが空を飛びます。日本航空とオリエンタルランドは今年6月に東京ディズニーシーにオープンしたエリアファンタジースプリングスをテーマにした特別塗装機を公開しました。機体にはピーターパンやアナと雪の女王のキャラクターなどが描かれ、機内のヘッドレストカバーや紙コップもディズニー仕様となっています。今日から来年11月まで羽田を発着する国内線に就航し、新エリアの認知拡大と集客を狙います。